決勝スターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。ボールポジションからスタートしますのはカーナンバー1番です、アッシュ伊藤瀬奈。石野のトップランカーとしてこの全国大会にやってまいりました伊藤瀬奈。タイムトライアルこそ2番手でしたが、予選で戻しまして決勝ポールからのスタートです。2番手スタートカーナンバーは6番です、ガレージ茶畑桑山正樹。神奈川県出身、10歳のドライバー、大井松田のティアジュニアのランキング第3位です。3番グリッドカーナンバーは3番、ティームブルート宮本隼人。スタートダッシュが得意だという宮本は全国大会3年連続出場、3度目の正直なるか。4番グリッドカーナンバーは2番です、ティームブルート原優太。さあ原優太はこのレースウィーク好調でタイトルトップを取ったんですが、予選で少しドロップ、決勝で戻していくことができるでしょうか。そして5番グリッドカーナンバーは5番です、ティームブルート新井壮太郎。初めての全国大会、少なからず緊張していると思います新井壮太郎。5番手から追い上げていけるか。以上の5台によりますレースです。周回数は12周です。1977年に第1回大会がスポーツランドスゴーにて開かれてから、この SL カートミーティング全国大会はしばらくずっとスゴーで開催されていました。初めて変わったのが1989年嬬恋大会、そこからは嬬恋スゴー嬬恋スゴーと交代に行われる時代がずっと続きまして、2006年に初めて嬬恋とスゴー以外のところで開催されました。それが茂原。その後2008年の琵琶湖や2013年の茂木、そしてこの鈴鹿では2014年に初開催、2017年には水波も開催されまして、全国各地で開かれるようになりました。さあ鈴鹿では2度目の SL カートミーティング全国大会、2019年第43回トヨペット SL カートミーティング全国大会、いよいよ決勝のスタートです。ティアジュニアクラス5台がコースインをしていきました。今回開催されているクラスの中で一番台数的には少ないんですが、その分一番チャンスのあるジュニアたちによります戦いです。昨日行われました予選ヒートではポールポジションの原優太がスタート直後に少しドロップをしてしまい、その後伊藤や桑山によりますバトルが繰り広げられていました。そのドロップした原優太は4番手からのスタート、どう盛り返してくるのか。そしてポールスタートの伊藤瀬奈、今年は JAF ジュニアカート選手権にも出ています伊藤は、このままトップで逃げ切っていくんでしょうか。周回数は12周。さあ今年の初めてのウィナー、最初のウィナーは誰になるのか。最終コーナーへとアプローチをしていきます。ホームストレート立ち上がってまいりました。ティアジュニア決勝スタートは切られました。スタート伊藤瀬奈にスタートを切っていった桑山正樹、ちょっと出遅れちゃったか。スタートが得意という宮本がその伊藤瀬奈についていったように見えました。さあ2コーナーでは大きな混乱はありません。5台まとめて立ち上がってまいります。3コーナーへと向かっていくトップは伊藤です。2番手3番手がそれに近づいていますが、2番手はこれおそらく宮本が取っているんじゃないかと思いますが、桑山も昨日は追い上げてきました。あーっと1台オーバーラン、下り25ある入り口のところ。さあこれは荒いかな、荒いでしょうか。今再スタートを切っていきました。ヘアピンを立ち上がってトップ集団は4台、トップは伊藤です。2番手には桑山が上がりまして、3番手に宮本、4番手には原という形になりました。先ほど 25m の入り口のところ飛び出してしまった新井壮太郎は再スタートを切って最終コーナーです。伊藤瀬奈オープニングラップで後ろにコンマ476の差をつけていきました。このまま独走となるんでしょうか。さあスタートダッシュを決めた宮本なんですが、このオープニングラップ中に桑山にもう一度返されたのではという感じで、現在3番手トップの伊藤を2番手の桑山が追っていくような展開になりました。下り20
5メーター、さあどうだ、ぐーっと近づいていきます、トップ2、いい感じですね。桑山も決して伊藤に離される一方という感じではなさそうです。最終コーナーへとアプローチをしていきます。先ほど下り 25R のところで飛び出してしまった荒井壮太郎、さっき私25メーターってボケたこと言いましたが、 25R のところで飛び出してしまいました。荒井壮太郎も今最終コーナーから立ち上がってまいります。さあ2周終了、3周目トップ2、やはり縮まっています。2周目のファステストは桑山がトップの伊藤を上回るタイムを出してきています。さあ完全に捕まえてまいりました。3周目 SG へと差し掛かっているところ、3番手4番手はちょっと離れたんですが、トップ2はデールトゥーノーズ持ち込んでまいりました。ヘアピンのところ、桑山飛び込んでいきます。インガは飛び込んでいってトップに浮上。さあこれでちょっと立ち上がりが鈍ったところで宮本や原も追いつけるチャンスだったんですが、どうでしょうか。伊藤は最終コーナーインサイドにマシンを滑り込ませたいが、これはダメだった。逆に若干失速した。後ろから宮本がやってくる。2番手3番手争いテールトゥーノーズ。さあ1コーナーのところでは桑山が単独になって入っていきました。これは桑山にとっては美味しい展開となってきましたが、まだオープニング3周終わったばかりです。今日は予選も波乱の展開でしたけれども、最後まで何が起こるかわからない。さあ3コーナーのところ、3番手4番手も一瞬横並びになるようなシーンがありました。トップ桑山は逃げにかかります。2番手の伊藤はそれを追い上げていけるか。宮本と原は今度こそ置いていかれないようについていきたいところです。さあこれは伊藤のラインをトレースして引っ張っていってもらう、あるいはスリップストリームを使って引っ張っていってもらうのが得策かと思いますけれども、宮本と原はそれができるかどうか。伊藤はもちろん桑山を追っています。2人のタイムギャップ、4周終了でコンマ5、ラップタイム的には桑山がファステスト57秒90、伊藤瀬名はほぼ同等の57秒95を出しています。さあ桑山ガレージ茶畑、関東からやってきたドライバーです。3番手4番手も接近してきておりますけれども、トップ2の行方が気になるところです。5番手荒井壮太郎も今しっかりと走って3コーナーへと向かっていくところ。うわー、これは序盤桑山の足がやっぱりいいですね。後ろをじわじわと引き離しているようにも見えますが、中盤から後半にかけて追い上げセットにしているドライバーがいるとすると、今この状態はまだ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 わからないという感じです。そして3番手4番手入れ替わりました。原優太が3番手に浮上してホームストレート戻ってまいります。これで5周終了です。さあ原優太がファステストを取りました。現在3番手、タイムトライアルトップを取っておりました原優太がここに来てファステスト57秒53。桑山と伊藤は57秒7と6です。単独で走っていますが、原よりもコンマに遅い状況。原優太、足が光ってきましたね。下り 25R あたりで確認してみましょう。トップは桑山のまま、2番手伊藤、ギャップはコンマ4とトップ2は縮まっていますが、その後ろがだんだんと追いついてきているかどうか。原の後ろ、宮本もぴったりつけていきます。これしかし原がこのままのペースで伊藤を追い上げてきて、伊藤とバトルモードに入ってしまったら、もうこれ桑山の勝ち確定みたいな感じになってきますよね。これはもう伊藤にとっても、そして原にとっても悩みどころではないでしょうか。決勝折り返し6周終了、7周目現在トップは後ろをコンマ6引き離して単独、2番手3番手接近、そして4番手離れました。宮本ちょっと離れてしまった。さあ3番手の原が3コーナー、伊藤に対しましてかなりのプレッシャーをかけていきます。伊藤瀬名は前を追いたいけれども、後ろも気にせざるを得なくなってきた。これは桑山の必勝体制が築かれるか。下り 25R、 桑山にとっておいしい展開です。2番手3番手もっと競り合ってくれないかなぐらいの感じだと思います。
さあ桑山ガレージ茶畑、スポンサーはズミレーシングファミリー、筑波を中心にジムカーナやタイムアタックなど大人の車遊びをクリエイトするという、そんな皆さん方にサポートされて桑山関東からこの鈴鹿にやってまいりました。ホームストレート7周終了、2番手とのタイムギャップはコンマ6変わりません。伊藤瀬名は原優太とバトルをしながらも桑山よりもいいペースで走っています。もちろん先ほどの周回で一番速いのは、あ、これ宮本だ。宮本も速いペース上げてきた、前に追いついてきました。これは面白くなってきた。レース後半です。トップは桑山、2番手に対しましてコンマ6、ただしです、2番手の伊藤瀬名を中心にこれバトルモード休止して追い上げ始めたら桑山じりじりとマージンを削り取られることも考えられます。後半はどれだけタイヤ、あー止まらん。2番手伊藤瀬名、ヘアピン立ち上がりで大外まで行ってしまって砂煙が上がりました。止まってはいませんが4番手ドロップ、これで2番手は原、3番手宮本、4番手伊藤という状況になりました。接触などはなかったのではと思いますけれどもね、これは痛い。さあこれでトップと2番手が1秒の差ができまして、桑山にとってはやったみたいな感じになってるんじゃないでしょうか。残り周回数は4周です。桑山この1秒差を守りきれるかどうか。ただですね、中盤に入ってから原のペースがぐんと上がりましたし、その原や伊藤に引っ張ってもらっている状態になった宮本のペースも途中上がってましたし、もちろん伊藤瀬名は死に物狂いで追い上げてくるでしょうから、まだまだ分かりませんね。伊藤瀬名は少なくとも表彰台ぐらいまでは戻ってこられそうなペースにはなってますけれどもね。さあトップ桑山、最終コーナーへとアプローチ。2番手原、ここは追いかけどころです。最後まで諦めてはいけない。9周終了、残り周回数は3周。さあ原優太は自己ベスト57秒41、桑山よりも 0.15 ほど速いペースで走っています。ただですね、2人のタイムギャップはまだコンマ9ある。残り周回数3周であることを考えるとコンマ3ずつ削っていかないといけないから、これはちょっともう厳しいか。桑山雅樹がよほどですね、後半タイヤが垂れちゃったりしてペースダウンしてしまわない限りこのギャップを埋めるのは難しいんじゃないかと思われます。一方3番手4番手は宮本と伊藤、この2人がですね、ヘアピンからの立ち上がりぐっとまた詰まってまいりました。前からは大きく離れておりますが、新井壮太郎も今下り 25R に入っています。最終コーナーから立ち上がりました。3番手4番手争い、宮本と伊藤、ここが縮まっています。コンマ3、トップ2は1秒1の差ができまして、桑山雅樹がスパートをかけました。ファステストラップ、57秒19。桑山ここに来て後ろを大きく引き離し始めました。大井松田のティアジュニアのランキング第3位桑山、残り周回数は2周です。原優太はもうちょっと追いつけないか。3番手4番手争いは、さあそろそろ入れ替わるタイミングかというところまで来ました。下り 25R からヘアピン、伊藤瀬名はこれはもう確実に1回で仕留めていきたいところだと思います。前も離れているし後ろも離れているので、これ先に慌てて出て、でもう一度宮本に返させるチャンスが生まれるよりは1回で前に出てそのまま抑えたいところかと思うんですが、さあそのチャンスを生み出せるかどうか。いよいよファイナルラップ、残り周回数は1周。伊藤瀬名が1コーナーにかけてぐーっと近づいていく。ジャフジュニアにも出ております伊藤瀬名、宮本に対して近づいていきます。宮本は3年連続の全国大会で今年こそ表彰台に乗れるのかどうなのか落ち着いていきたいが、さあ S 字から複合などがあるこの内側のセクションに入ってまいりまして、抑えきれるかどうか。
トップは桑山、ヘアピンを通過、2番手原通過、3番手宮本、後ろが気になります。伊藤瀬奈は立ち上がりもしかし同じぐらいの感じで立ち上がってきた。これは最終で飛び込むのもちょっと厳しい状況になってきた。若干隙間がある。チェッカードフラッグは用意される。最終コーナーからトップは桑山雅樹、2番手原雄太、そして3番手は宮本でした。4番手に伊藤、もう少し近づいておきたかった伊藤ですけれども、先ほどの中盤のヘアピンのオーバーランがたたってしまいました。4番手、そして5番手、最後まで走り切りました。カーナンバー5番ティームブルーと荒井壮太郎もチェッカーを受けていきました。さあしかもファイナルラップで原雄太はファステスト出してたということでね、最後まで諦めない気持ちが見えるようなジュニアたちの走り、お楽しみをいただきました。見事優勝カーナンバー6番の桑山雅樹選手、ガレージ茶畑エイカ表彰台のメンバーにはこの後重量計測の後でパドックエリアにありますポーディアムにおきまして暫定表彰を行ってまいります。